次です。アニメやゲームにもなった人気漫画にまさかのトラブル。作者が怒りの提訴です。出てガッシュベルやガッシュベル。この子がね、いい子やねん。いい子、うん、なんかな、頑張るねん。テレビで見てたもん。あ、女でも読む、やめやめ。週刊少年サンデーで連載されていた人気漫画金色のガッシュ。アニメやゲームにもなるなど幅広い世代から人気を集めていましたが、去年末の連載終了後、あるトラブルが発覚。漫画に対する情念がこもってるわけなんです。とても大切な原稿なんです。原稿料もう一回支払えば済むんだろうという、そういう軽々しい見方をされるのが一番腹が立ちます。漫画の原稿を受け取った小学館、しかし返却するときになってそのうちの数枚をなくしていたことが分かったのです。足りない原稿がありますので申し訳ありませんという感じです。探しますので、お待ちくださいと。紛失したのはコミック一巻の見開きのカラー原稿などを合わせて5枚。原告は小学館に対し総額330万円の損害賠償を求め提訴しました。よくあることですよ。たまに揉めてますよね。売れている漫画ですから、やはり作者からしても読む側からしても大切なものだと思います。人気漫画家の直筆原画には一体どれほどの価値があるのか。小学館との契約ではカラー1ページあたりの原稿料は1万4000円から1万7000円だったといいます。しかしその後、作者自らが紛失したものと同様のカラー原画をネットオークションに出品したところ、35万円以上の値がついたものもあったといいます。今後ガッシュの続編は読めないのか。今のところ考えてはいません。強いそのファンの声が出たりとか、そういうものがあったらもしかしたら書くかもしれませんが、今のところは新しい作品に目が向いてますので。訴えを起こされた小学館側は、訴状が届いていないので現段階ではコメントできませんが、届き次第きちんと対応させていただきますとしています。